電線の剥き方をやっておきましょう。ここに出した電線4種類、まず一番よく使う VVF のこれは 1.6 の三芯ですが、 1.6 ミリのタイプ、この青いのが VVF の 2.0 のタイプですね。太さが 2.0 です。ここにあるのが、この耐燃と書いてあるのがエコケーブルといって、ポリエチレンの外装になっておりまして、非常に中の電線剥きにくいです。でここにあるのが VVR の 2.0 になりまして、横から見ると断面が丸です。丸で中が日芯になっておりまして、隙間にこう中の IV 線の周りに改造物といって、周りに紙みたいなものが入って円形になっているという形のケーブルになります。まず一番簡単なのをストリッパーで5センチとりあえず剥いてみましょう。まずゲージで5センチ測ります。あ、ここの指をこう当てて5センチ取ります。で 1.6 の三芯の部分のゲージのところで、まず外装をちょっとここ斜めにこうちょっと斜めにこう入れて握って緩めてちょっと起こす。そうするとここもう隙間が空いてますので、ここから先は手で取っちゃいます。でこの先端を20ミリここで測ります。20ミリ測りまして、今度は 1.6 のここの先端の、芯線の方を向くゲージの 1.6 の方のここの部分で挟んで、ちょっとこっちでこう抜けたら手で取ってしまう。無理にあのストリッパーで引っ張ると傷になりますから、簡単な部分は手で抜いてしまう。こういう形でいいと思います。次が VVF の 2.0 のあの電源側に使う青い被覆のケーブルです。これはここの2ミリのゲージの部分ですね。2ミリのゲージの部分のところで外装を5センチまず剥いてみます。5センチ挟んでちょっと斜めに握ってちょっと起こす。で隙間が空いたら手で取ると。で次は先端の芯線の方を向くので、ここの2ミリのゲージのところでとりあえず20ミリ測ってみてみましょう。ちょっと刃を斜めに入れるのがコツです。でちょっと起こします。でちょっと揺すると導線になりますので、先を取ってこれで完成ですね。次はエコケーブルです。非常に滑りやすくて硬くて剥きにくいので、すっぽり抜けてしまったりするので、反対側ちょっと折り曲げておきます。で5センチのところをまず、これは 1.6 ミリですので 1.6 のゲージの部分で 1.6 の日芯ですから、ここでまず5センチ測って斜めに出てくる。でここまではスムーズに向けるんですが、この中側のポリエチレンの外装が非常に硬くて向きにくい。でこれにまた20ミリ測って 1.6 のところで少し斜めに入れて、これが切れないですね。で切れない場合はナイフを使って、ここの今傷ついてるところにナイフをこう指を当てながらこう滑らせます。上をこういうふうにこういう形で、でここ抜いてしまう。でこっち側も上側をこう導線の上をナイフを滑らせていくような形で、であとは被覆を抜いてしまえばこれで完成です。剥きにくい場合はもう無理をせずにナイフでやっちゃった方が早いかもしれないです。次が面倒くさい VVR なんですが、これでやることはもうできません。まず最初に外装はナイフで50ミリのところですから、この辺りのところをナイフで一周ぐるっとゴリゴリと、あまり深く中に傷がつかない程度に一周ぐるっとナイフを入れます。
で、これをちょっと折るともう少し抜けてきたりもするんですが、こういう形ですね。少し見えてきますね、中の白いのが。で、これで全部切れてしまえばスポッと抜けるんですが、ここに刃をこうクッとこの被覆1枚の部分だけに入れて上側をこう滑らしていきます。で、こういうふうに抜いてしまう。そうするとこういう介添え物がこう入っておりまして、で、そうするとやっと中の芯線がこう2ミリの線が出てきますので、まずこの周りの線、この邪魔な介添え物はこうちょっとひねります。ひとひねりしてからペンチでここをちょんと切ってしまいます。で、こっち側もちょっとひねってからペンチで挟んで、周りのこの介添え物を全部取り除いて、ここの縁はこれぐらい毛羽が立ってても全然問題ありませんから、このままにしておきます。あとはストリッパーで作業ができますので、2ミリのところで、これは2ミリのあれですので20ミリ測って1本ずつになっちゃいますけれども、これで抜いておきます。VVR も、短い場合は抜けやすい場合がありますので、これがスポッと抜けてしまうともう元に戻ることはありませんので、反対側を折り曲げてから作業をやった方がいい場合がありますので、気がついたら折り曲げとくようにしてください。とりあえず5センチ。ストリッパーで測ってないと抜くのもなんですが、ここが5センチの位置。ざっと周りに切り込みを入れます。で、真ん中にこう割りをこうピュッと入れまして、で、これが取りにくかったらペンチでちょっと持っちゃいます。で、こう引きちぎるようにすると真ん中からビューンと切れます。で、次は20ミリなので、だいたいこの幅が20ミリになります。で、ここにまずこれを指を当てて、下に当てて、導線の上をこう滑らせます。こういうふうに向けます。で、ここをぐるっと半周ナイフを入れるとこういう形で向けます。こっちが向けます。これがだいたい20ミリですので、ここからナイフを滑らせます。反対側からナイフの IV 線の線の上を半周ぐるっとナイフを入れるとこういう形で向けていきます。ちょっとよれてしまいました。ストリッパー忘れた時にはこのやり方で向いてください。でも、ストリッパーで剥いた方が早いから、そっち使ってくださいね。では、ランプレセプタクルの取り付けを行いたいと思います。ランプレセプタクルの注意点は、極性がある端子がありますので、まずこのおへそ側、この真ん中にあるところですね。おへそ側についている端子に、接地側の黒線。で、こっち側の受け金のネジの部分ですね、受け金のネジの部分につながっている、この端子に非接地側の白線をつなぐということが基本になります。これを間違えると極性の間違いですので重大欠陥となって失格となってしまいます。では電線を向いてつないでみましょう。電線の長さはまず VVF を5センチ外装を取ります。5センチ取って、20ミリ IV 線の被覆を残して先を導線にします。で、先をだいたいこの導線の部分が22ミリぐらい、ちょっとぐらい詰めましょうか。
埋めて、ここをこの部分を3ミリぐらい開けて、ここの部分は何になるかというと、輪を作った時の首になります。ここをこういうふうに直角に曲げます。こういう形です。で、ここを広げて、先端で挟みます。ここの部分で挟んで、ここに2つ、太いのと、先端で挟むと細い輪っか、ちょっと根元側で挟むと太い輪っかが作れるようになっています。手前にこうくるっと巻いて、手を持ち替えてぐるっと巻きます。で、さっき言ってた部分がここの首の部分になります。今度こっち側を作ります。持ち替えてくるっと巻きます。で、ちょっと形が悪いときはちょっと修正してください。で、こういう形の輪作りができまして、この黒線の部分が真ん中のおへその金具の部分、この白い方の輪作りした部分が受け金部分の金具のネジに取り付けたいと思います。ですので、最初に形を若干こう作っておきます。こういう丸いところにつきますので、ちょっと膨らむような形で、ここが90度曲がってるわけですね。こういう形にこう落ちていくわけですから、ではネジの部分を取り付けていきたいと思います。で、ネジはいっぺんに2つ外すとテーブルの上から転がり落ちたりしてどっかに行ってしまうことがあるので、1個ずつ外してここにつけていきたいと思います。今度は白線の方をつけていきます。で、このドライバーをこうネジに当てて、それからこう穴の位置にこう寄せていくような形にすると、とても使いつけやすいと思います。で、ネジが緩んでいるのも欠陥になりますので、必ずきちんと奥まで、止まるまできつく締めるようにしてください。緩んでてやっぱり接触抵抗が増えて、発熱ということにもなりますので、きちんと締める。で、このシースの部分がここの面からこの面の面ですね、ここの縁の面からここの外装が少し覗いていないといけないことになってますので、だいたいこんな形に整えて、ここを90度こう折り曲げる、こういう形で使います。こういう形で設置していきますので、これで完成になります。で、最後にもう一度曲線を確認して、噛み込みがないかどうか、この被覆がネジに触れていないかどうか、曲線が合っているかどうかを確認して完成です。丸型引っ掛けシーリングの取り付けを行います。丸型引っ掛けシーリングも曲線がある器具ですので、その曲線がどちらになるのか今後ろ側で見てみましょう。この緑のところにちょっと見づらいですが、W と、これで見えますね今、ここに W と書いてある方が、設置側の白線です。で、こっち側に黒線、こっち側が白線、それを差し込んでいくんですが、線の向き方はこの側面にあるここのストリップゲージ、ここの細い方が導線、ここの部分が IV の被覆の部分です。で、それから先が VVF の外装という形になります。では電線の方を加工していきたいと思います。まず先端を30ミリ
VVF ケーブルを 30mm 外装を取りまして、これで合わせると約 30mm 取ってから IV 線をごくわずか残して先を導線にします。もうほんの 数ミリって感じですね。こんな形、これでだいたいぴったりぐらいです。で、先はここのゲージに合わせてですから、この辺で切り飛ばしてしまいます。で、ゲージに合わせて、これでだいたいぴったりです。こんな形です。ここにあるゲージと。で、これを曲線を間違えないように W 側の印がある方、こちら側が W という刻印がこうありますので、ここの W の部分の穴に白線で、こっち側に黒線ですので、この部分をこう差し込んでいきます。で、奥までグッと差し込んで、ここの隙間から導線が見えないようにしてください。こう斜めになった時に導線が見えたりすると、これも重大欠陥になりますので。で、向きを揃えて90度、ここ指を挟んでこう90度曲げてください。決してこう引っ張られるような感じで曲げないでください。そうするとここから導線が見えやすくなるので、必ずこれまっすぐにして指を1本ここに挟んでこう直角に曲げる。そうするとまっすぐに必ず入ってますので、欠陥とかが起きにくいです。で、これで丸型の引っ掛けシーリングの完成になります。曲線があるので必ず曲線を確認して差し込んでください。角型引っ掛けシーリングの取り付けを行ってみましょう。角型引っ掛けシーリングには曲線があります。ここに接地側と書いてありまして、こちら側には白線がつきます。裏返してみますと、ここに接地側と漢字で書いてあります。ここの穴に白、こっち側が非接地側の黒線が必ず入ります。あと、ここの縁から導線が見えないこと、あとさらにここの縁のシース、こっからシースがはみ出さないっていうことが条件になりまして、導線と被覆の向く長さは横にストリップゲージがありますので、これを基準に作業していきましょう。では電線を抜いてつないでみましょう。まず電線は VVF のケーブルを3センチぐらい外装を取ります。で、外装を取りまして、これに合わせるわけですから、基本もうここの内側の IV 線をもうギリギリって感じですね、こんな感じですね、合わせると。で、ここの部分のここで導線を切ります。もうゲージがあるものは全てゲージに合わせてやってください。こういう形です。これでまだちょっと長いですね。あと1ミリぐらい切ります。これでだいたいぴったりですね。で、これちょっと先端を広げて、ここの先ほどの接地側と書いてある部分、こちら側に漢字で書いて接地側と書いてある部分に白線で、こっち黒線で、そのまま奥までグッと差し込みます。で、こうした時にここの隙間に導線が見えない、ここの部分から導線が見えてはダメです。で、こうまっすぐに見た時に、この面から IV 線が見えてないこと、要するに外装がこの内側に入っているということが条件になりまして、で、これでそのまま指を1本入れて90度にこう曲げて、こういう形にして、これで完成です。では露出型コンセントの取り付けを行いたいと思います。露出型コンセントはコンセントですので極性があります。ここの刻印で W と書いてある部分、ここに接地側の白線をつなぎます。この銀色のネジの部分はどちらでも白線が入ります。で、こっち側の真鍮色をしたネジの方は非接地側の黒線がつながります。では電線を向いてつないでみましょう。電線の向き方は、まず VVF を外装を30ミリ強向いてください。まずこんな形ですね。で、先端を22ミリぐらい、20ミリから22ミリ
ぐらいを導線にします。こういう形になります。でさっき の輪作りは、基本の作業のランプレセプタクルと同じで、ここの部分を数ミリ開けて直角に曲げて広げてつまんで手前に巻いていきます。こう巻きます。で手がどうせ曲がんないので持ち替えてぐるっと巻いていきます。で一つ目の輪っかできました。でもう一個作ります。つまんで手前に巻きます。持ち替えてさらにぐるっと巻いていきます。これで2つ揃った輪っかがこういう形にできます。でここに通していくんですが、この場合は曲線がこっち側が白線、こっち側が黒線ですので、こことここのネジにつなぎます。つなぐ想定でいくと、こういう形に広げておきます。こういう形ですね。ここに通しますので、ここに通してここにこうこのネジ、白と真鍮色のネジのところにこうつながっていくという形になります。ではドライバーに取り付けてみましょう。ネジを両方いっぺんに外すと、どっかに行ってしまう時が、片方ネジどっかに行っちゃうとかっていう、テーブルの下に落下とかがあって、試験中は焦ってますので予想外のことが起きますので、1個ずつ行うようにしてください。でまず白線から止めていきます。でそのこの止めた時に、導線がこのネジの頭からこう外側に大きく膨らんだりしていないこと、あとここの、IV 線の被覆がネジにくっついていたり噛み込んだりしていないことが重要です。それは1回で一発失格になってしまいますので注意してください。非接地側もネジ止めします。止めるときにのの字、輪作りをした時のこの輪を締めていく方向にネジが締まる向きで止めるのを忘れないようにしてください。あとここの面から、このプラスチックの面から少しシースが上に出ていること、この外装がちょっと上覗いていることが、必要です。でここの下を90度にこういうふうに曲げて、ネジをもう一度増し締めして完了です。ブレーカーを取り付けてみたいと思います。ブレーカーには極性がありますので、そこの部分を解説していきたいと思います。ブレーカーのここの部分に L、 ここの部分に N という表示があります。ちょっと小さくて見づらいですが、 L がロード、 N はニュートラルで、こちら側に白線、こちら側が黒線になります。これは極性があるものですから、間違えると重大欠陥ですので注意してください。では電線を加工して差し込んでみましょう。まず電線は最初に50ミリ外装を取ります。だいたい電源側ですので2ミリの2芯の場合が多いので、青線を使ってやってみましょう。まずここで50ミリ測ります。測って2ミリの部分のゲージで外装を挟んで向きます。でここの先端は、この中は10ミリほど、約10ミリ導線にします。2ミリのところで向くようにしてください。でちょっとここの形をこう広げます。こういう形ですね。でここに差し込みますので、L が黒、 N が白です。ドライバーで
これを緩めて差し込みます。ここにで、こういう形ですね。差し込んだ時にこの中に銅のバーがあってネジを締めると上から降りてきて挟むようになっています。そこの部分に銅線を IV 線の被覆の部分を噛み込まないようにすることが大事です。で、逆に IV 線が中に入らずにこう銅線がこんなような形で出っ放しっていうのも、これもまた全然施工ではダメです。ギリギリ中に入っている感じですね。で、噛み込んでいない、この絶妙なタイミングを測って作業をするようにしてください。何度練習すればすぐ慣れますので、きちんと施工できるように練習してください。ではしっかりネジを締めてしまいます。で、ネジで留める器具は必ず完成したからといっても安心しないで、最後にもう一度必ずネジを増し締めする。外れると失格になってしまいますので、しっかり取り付いているかを確認してください。で、止めたらここの部分をもう一度確認します。被覆が、銅のバーに噛み込まれていないことで、まあ、後ろ側から見て理想としてはここから銅線が見えてないこと、この面からこっち側に銅線が出ちゃってるってことがないようにしてください。噛み込みのミスと曲線のミスと、ここが被覆が出すぎちゃってる、向きすぎちゃってるってことがないように施工してみるといいと思います。防護管の取り付けを行ってみましょう。まず支給されているバインド線を半分に切ります。大体で大丈夫です。防護管をこの VVF のケーブルのところに、メタルナス壁を貫通するときに、絶縁を確保するために、取り付ける管になりますので、大体これが動かないようにするためにバインド線で固定します。まず大体の位置のところに、位置決めをしたらバインド線をまず2回巻きつけます。こう2回こういう形ですね。2回巻いて90度にここまず交差させます。こういう形です。90度に交差したらここをひねっていきます。こういう形です。で、先端をペンチで切り落として、ここが動かなければこれで OK で、緩かったらペンチでちょっともう一度ここをかしめてください。で、防護管を入れまして、反対側もまずここに2回巻きつけます。よいしょ、2度巻きつけて、こういう形ですね。巻きついたらここを90度にします。こういう形、だいたい90度になるようにして、ここをねじっていきます。で、90度にしてから巻くとこうきれいにねじねじができますので、こういう形です。で、緩いようでしたらペンチでちょっとかしめ、あまりかしめないでください。やりすぎると切れてしまいますので、動かなければいいわけですから、あまり無理にグイグイやらないように。鉄バインド線、意外と簡単に切れてしまいます。で、末端をペンチで処理をし切り落として、これを内側にこう防護管の方に曲げておきます。こういう形です。これで 動かなくしているという形ですね。で、これで防護管の取り付けは完成です。それでは金属管の取り付けを行ってみたいと思います。まず最初に
これがボックスコネクターで、ここに金属管がこうはまって、ここにこうこのネジを取りまして、ここに取り付けるという作業になります。最初にここをまず緩めまして、金属管をボックスコネクターに先に取り付けてしまいます。実際の作業ではこの作業は普通はありえませんけれども、先にこれをつけてからここにっていうのは、こっち側が動きませんから、本来はそういうことはないんですが、試験の時にはここを先にやってしまいます。で、ここの、この先端のボックスコネクターと金属管を止めるネジがありますが、これは、電気的に接続されることが条件になっておりまして、そのためにこのネジをプライヤーでずっと締め込んでいきます。そうするとある程度のトルクまでかかると、このネジの頭が切れ落ちる、ネジ切れるという形で、この形で要するに誰が止めても一定のトルクでネジが締まるという仕組みになっています。で、これでもう抜けません。で、次はこれをこの穴にここへ差し込みます。で、内側からこのネジで止めるんですが、このネジは、膨らんでおりまして、こういう形で今湾曲しています。うっすら分かると思うんです。ちょっと分かりにくいですが、こういう形に膨らんでいます。で、膨らんでいる側がこういう膨らんだ面が、外側を押さえるような形になって、バネザガネのような形になって緩まないようにできています。緩みにくくするための仕組みなんですが、これを逆につけるとこう反ったような形になってしまいます。これだと減点になります。取り付けの間違いになりますので、必ず向きがこう縁がネジの外周部が、縁側にくっつくような形で、ここをざっとネジで締めて、手で締めて、外側の方をこう回してこう締め付けていきます。で、これでもうほとんどガタつかなければこれで OK です。で、プライヤーで、内側を緩いようでしたら、内側のネジを外を押さえながらここをこう回して締め込んでください。きちんとガタつかないことが、しっかり止まってるってことが条件ですね。で、次にこのポリブッシングといいまして、絶縁ブッシングを内側につけます。ここにこう取り付けて、電線を通していった時にこの金属の縁で、被覆が傷がつかないようにするために、電線を挿入するときに傷がつかないためにこのポリブッシングをつけています。この絶縁ブッシングを取り付けて、これは手で締めるだけで十分です。緩むことはないと思います。それでは PF 管を取り付けてみましょう。 PF 管の取り付け器具はメーカーによって若干仕組みが、ここの部分が違ったりしますけども、ちょっと色も違いますが、これパナソニック製、こっちは未来製ですね。で、色もこういう色が違うのもあったりします。で、全て簡単でございます。これはここの後ろ側のネジを緩めると取ってしまいます。で、ここの K のところに指定の場所しか穴が開いておりませんので、そこの指定の場所に差し込んで裏から止める、こういう形です。普通これが接続という場所に普通なっています。もう最初買ってきた時にはなっておりますので、ここをしっかり締めて、もし緩いようでしたらプライヤーでちょっと締め付けてやる。あとは管を差し込むだけ、押し込むだけです。何もしません。これでもう抜けません。で、外したい場合はここを解除という、ここに接続というのと解除という矢印があって、ここを回すと、解除の方に回すと抜けます。で、差し込むときは接続にしたまま押し込む、これだけです。未来の方の装置も同じ、後ろのネジを取ってはめて裏からネジで止めます。で、ここを固定するときに、ここのネジを回すんではなくて、これが上に来るようにこう、ここを締めといてから外側を回す、外側のコネクタの方を回した方がきちんと締まりやすいです。そうすればプライヤーで回さなくてももうほとんど締まります。ガタつくことはありません。
で、これも接続の状態になっている場所で、PF 管を差し込む。グッと差し込むだけです。もう抜けません。引っ張っても抜けません。抜く場合は解除のところに回して外すっていうことがありますけど、試験の時はもう外すことはありませんので、接続したらそのままです。で、この中に電線を通していくということになります。端子台の取り付けをやってみましょう。端子台の取り付けはまず VVF の外装を5センチ向きます。まず5センチ測りまして、5センチ IV 線の形にします。で、先端を10ミリ弱ぐらいだと思います。端子の種類によってもこの長さは変わりますので、端子台に1回当ててみるようにしてください。端子台の縁から導線が大幅にこういうふうに出てしまうとかもダメですし、突き当たりまで入っていなくてちょびっとしか噛んでないっていうのも当然ダメです。寸法を合わせるようにしてください。気持ち長いのでちょっと先を切り詰めます。この状態になりましたら、これだとそのままで入りませんので、ちょっとこういう形に、端子台の形にこうフォークみたいに広げてしまいます。そうすると白の線がちょっと真ん中が長くなりますので、ちょっとここを叩いてまっすぐにして、端子台を見た時に、この場合だと上と下、上と下、これもみんな上と下2箇所ずつ刺さる場所があるんですが、どちらにはまっているとも構いません。基本はこうネジを締めていった時に奥に入る方なので、下側を使っていきたいと思います。で、黒と白と赤と、こういう形でこうはまります。で、この状態でネジを止めていきます。作品が完成した時に最後にもう一度ここの端子台のネジの増し締めをしてください。これが抜けて外れてしまうと失格になってしまいますので、最後には必ず確認するようにしましょう。あと、こっちの裏側から見ても導線が見えませんし、ここの被覆がこの座金に噛み込んでいない、ちゃんと導線がここの隙間にこう必ず見えているように、こんな感じですね。ここにこういうふうに見えている状態です。だいたい斜めのこの斜面になっている部分の中間ぐらいで全部被覆が向けていて、これがベストな状態になっていると思います。では、スイッチなどの器具を連用取り付け枠につけてみましょう。付け方ですが、まず枠は表裏があります。で、この上って書いてあって文字がパナソニックですとか、こういう文字が読める面が手前側、裏には文字はありません。だから手前側の文字が読める向きに置いてください。で、ここの出っ張りの部分にこのスイッチなどのここにある金具のこのここに溝っていうか穴があります。この穴がここの部分にこうはまります。はまるっていうか引っ掛けるような形。ここに引っ掛かります。こういう形ですね。引っ掛かってからここをこう手前にこう押してくる。下から入れます。必ず器具のこの下から入れてここにこう引っ掛ける。ここの左側の爪の部分に引っ掛けて、平らにすると。で、そうすると同じくぼみがこの右側にもありますので、この右側の部分のところにこの T の字型の出っ張りがありますね。この出っ張りをこう押し下げていく形で固定していくという仕組みになっていますので、まずここにドライバーを差し込みます。で、ここにドライバーを、この隙間にドライバーを差し込んで、ドライバーを回すようにして、この T 字型の部分をちょっとよく見ててくださいね。ここの部分が、この部分がこういうふうに内側にこう入りましたね。今この内側に入って爪同士でこう固定されると、ガタがないぐらいに
こう締めてあげる。ここの隙間に挟んでグッとねじってやる。でそうすると固定されるという形になります。で何か間違って外さなきゃならないときは、この T の字型のこの出っ張りのこのこっち側の下側のところ、このマス目でとこの部分です。ここに2つこうくぼみができてますね。こことここ。ここのどちらかにドライバーを入れて逆にねじります。ここに差し込んでドライバーをこう逆にこうねじっていくと、この T の字型がちょっと出っ張り動きましたね。そうすると押すと外れると、ちょっとネジがこういうふうに曲がりました。でこれをもう一度取り付けてしまいますね。でこの隙間に入れてグイッとねじって押し込む感じです。できちんと固定されているのを確認してください。他の器具も同じように下から入れて取り付ける。で取り付けるときに、ここの部分に、このスイッチの部分にもこう文字があるもの、ここに15アンペア、300V AC とかって書いてあります。でここの文字が読める、要するにここが上って書いてありますので、読めるようにこう配置していってください。それじゃないと器具逆さまについてることになっちゃいますので、逆さまにつけても減点にはなりませんが、一般常識的に施工としてはおかしいことになってしまいますので、向きは気をつけてください。で他の器具もつけてしまいます。でこれは、これもコンセントですが、下から入れてこの T 字型のキノコの山みたいなところ、こういう形ですね。ここの部分をドライバーでこう押していきます。今下がりましたね。でこれで固定されます。でこれでしっかり固定されて面が平らになってます。こういう形でね。でこれで完成です。で次は結線をしていきたいと思います。先ほどの器具に電線をセットしていきたいと思います。でこれの場合に、設定は一番上の確認表示灯は常時点灯という設定で電線をつけてみたいと思います。まず最初に、ここの部分に、渡り線が必要です。ここはスイッチですので黒が必要。ここはコンセントですから、黒線が必要ですね。で常時点灯ですからこれにも黒がいってます。だからここから来て黒線、非接地側の黒線が来て確認表示灯に入って、スイッチに送って、コンセントに黒線で渡り線で送って、次が白線は接地側の線はここは常時点灯だからここに入れて、渡り線の台でここに渡すと。でスイッチからは赤の線で、負荷の方に、スイッチの送り線という形で線を作ってみたいと思います。まず最初に VVF の、三芯のケーブルを外装を 180mm 向きます。180ですからこの辺ですね。三芯ですので三芯の部分で起伏を取ります。で渡り線の部分の黒だけをまず 60mm に切っていきます。2本切ります。60、60度、2本切って、で最後60残りまして、これが一番上のランプの確認表示灯のところに入ります。で最初確認表示灯に入りますので、このストリップゲージが、確認表示灯は 12mm と表示が出ています。ちょっとズームしてみましょう。これで 12mm と、ここに 12mm と書いてありまして、確認表示灯は 12mm という表示があって、他のものは 10mm、10mm っていうふうにゲージが作ってありますので、それに合わせて、被覆を向いていくようにします。それでは電線向いてみましょう。まずだから黒線は指定にあった 12mm 先端を向きます。で渡り線も作ってしまいましょう。渡り線は、ここが 12mm で渡す分と 10mm の分とで、こういう形に作りまして、こういうものにちょっと巻きつけるような形にして、
で、ここを渡していきます。こっち側ですね。で、必ず黒線はこのコンセントのこの短い方、これが非接地側の黒が入る部分ですから、この W って書いてある方が白が入りますので、ここが黒なので、ここを黒で渡していくんです。こことここ、こことここ、だからスイッチは極性は本来ありませんが、必ずこの黒ポチがある方に黒線を入れるっていう風に決めておくと、ここの後ろが交差しなくてすごく綺麗になりますので、これはもう大事なポイントなので覚えちゃってください。この黒ポチがある方、スイッチ、片切りのスイッチの黒ポチは右側に来るんですよと、でそっち側に黒線入れるんですよと。そうすると上から渡り線を下ろしていくときに、ここに黒が入って、そのまま、ここに黒、黒で渡す、ここを黒で渡せばスムーズに、縦に送っていけるので、綺麗に仕上がります。では全部差し込んでしまいます。10ミリこれも向いて、これですね、こういう形のものを作ります。ここに差し込んでいきます。しっかり奥まで差し込んで、この隙間からこう銅線が見えたりしないように、ここの部分から銅線が見えたらダメですよ。で、次は白線側を加工して、この黒線はここにはまりますので、この黒線ここに差し込んじゃいます。で、あとは現物に合わせて作っていきます。次、白線なんですが、白線はここに入るんですが、ここを渡さなければなりませんので、2個渡す渡り線ですので、10センチ、白線10センチ、ここを切ります。10センチ切りまして、10ミリと片っぽこっちは12ミリでしたので、12ミリ抜いておきます。指2本当てて、この字に曲げます。こういう形です。で、これをこことここに渡します。これでまずできます。で、次、この白線はここに入りますので、これをここを曲げます。で、この辺で切ってしまって、12ミリ、ここは12ミリだったので、12ミリ向いてここに白線差し込んでおきます。これで OK です。で、この赤線はこのスイッチの送り線になりますので、この赤を通って負荷に行くということになります。だから、ここをまたここの器具に合わせて曲げて、この辺で切ってしまって、先端はここは10ミリですので、10ミリ起伏を向きます。で、ここに差し込んで、しっかり奥まで差し込んで、導線が見えていないかどうかを確認して、ここはこういう形で、この金属の枠の中に外装が入っていること。それとあと、曲線がきちんと合っていて、導線が見えていないこと、これを確認したら、これで完成になります。こういう形です。